気温の高い状態、雷も発生しやすくなります。大気の状態は不安定になりやすい。今日よりも明日の方がお天気崩れやすいですね。それを踏まえて週間予報をご覧ください。はい、なんと北部ですね、群馬県前橋の方は日曜日まで傘マークついてます。ずっと降るわけじゃありません。局地的に降ったりですね、短い時間だけでざっと降るようなお天気が予想されます。群馬も日曜日には傘マークですね。東京横浜晴れマーク多いんですけども、不安定です。明日は特に不安定ですからね、急な落雷、北方町4丁目、北方町4丁目。関東各地の詳しい天気予報は CM の後お伝えします。ナンバーワンの体に緑光青汁、稽古は決して手を抜かない。口にするものに妥協したい。勝ち続ける体のために、横綱が選んだナンバーワンの青汁。はい、毎日美味しい緑光青汁、飲めばわかる。無料サンプルは0120-003-003。北方町4丁目。ある発明家は言った。私は失望などしない。失敗こそ新たな一歩となるから、挑み続けよう。辛口エナジードリンク大事。あの頭脳とオートフォーカスはハイスピードに被写体を狙い通りキャッチする。それは記録写真を超えた美しさだ。